ディニス一世、ディニス一世、ダニーズ愛、またはディニツ愛、1261年10月9日から1325年1月7日は、第六代ポルトガル王、在位、1279年から1325年、アフォンソ三世と二番目の王妃ベアトリス・デカスティーリャ、カティーリア王・アルフォンソ十世の諸子の長男、農民王、王・ラベレドーの異名で知られている。 ポルトガル最南端のアルガルベ地方はカスティーリアとポルトガルが所有権を争っていた場所だが1263年に父アフォンソ三世と外祖父アルフォンソ十世が話し合い締結された両国の協定でアルガルベは2歳と幼いディニスが受け取ることになった1267年ので正式にアルガルベはポルトガル領と認められ30年後の1297年に 結ばれたで現在まで続くカスティーリャとポルトガル国境が確定された。1279年に即位してからは、王権強化と貴族、聖職者の権力抑制に動き出し、横領検地、インキリさんを度々行い、1284年、1301年、1303年、1307年、ポルトガル大半の土地を把握した。 これにより土地台帳を作成できただけでなく、貴族の領主裁判権を制限、相続を改めて確認する、所領度を確立し、王権強化に役立った。一方、教会とは1289年に妥協が成立している。ディニス一世は、従来ラテン語を用いた公文書をポルトガル語にするよう決定し、ディスボンにエストゥードジェラル、一般教養学院を創設した。 コインブラ大学の前身である、1290年、教皇直書により、大学となり、ポルトガル語の文法、教会法、民法、医学を教えた。王国南部に広大な領土を抱える、騎士修道会にも、介入、1288年に、ポルトガル国内のレコンキスタに貢献した、サンティアゴ騎士団をカスティーリャから切り離し独立させた。一方、 テンプル騎士団は1312年にフランス王フィリップ4世に取り潰されていたので、ディニス1世は教皇から新しい宗教騎士団、イエス・キリスト騎士団の創設許可を取り付け、テンプル騎士団がポルトガル国内に所有していた財産を譲り受けることに成功した。大公開時代にこの騎士団の総長を務めたのがエンリケ公開王子であり、 アフリカ西海岸探検公会の経費はこの騎士団の財産と収入で賄われた。王は貴族たちに我々は騎士であるとともに所有する土地の工作者であることを名誉とすべきであると時、き、商宅の干拓、荒地の開拓によって整備した農地に果樹、ブドウを植えさせた。また、レイリアの海岸に海岸の砂の飛来を防ぐ防風林として松を植えさせた。 後年この松林は大航海時代に活躍したポルトガル船の建造に役立った。漁業では捕鯨とマグロ漁を始めさせ、ポルトガル漁民がイングランド領海で失業することをイングランドに認めさせた。また商業発展のため国内各地に課税免除の自由史を作り国内交易の発展を促した。外国貿易にも目を向け穀物、オリーブ油、ワイン、 塩、塩漬け業の輸出に力を入れ、フランドル、フランス、イングランド、イタリアとの貿易を進行した。イスラム教世界との交易も行われ、禁令はあったが無視されていた、金貨、銀貨が通貨として流通していく中、リスボンとポルトが、フランドル、地中海間の中傾向として繁栄する一方、海賊の横行も問題になり、1317年、ジェノバからマルエル・ペサーニャ、 イタリア名、エマヌエーレ・ペサーノを将兵手商船隊長官とし、航海技術指導に当たらせた。これが、ポルトガル海軍の創設である。1293年に、海難事故に備えて、商人の共同基金を認可、海上保険も創設され海運は大いに発達した。ポルトガル文学でも変化が見られ、フランス南部発祥のトルバドゥールに影響された、カンティガが、ポルトガルで流行。 ガリシア・ポルトガル語で記録され出した、ディニス・一世も詩人として百以上の作品を残している。知性全般でポルトガルに安定をもたらしたディニス・一世だったが、アレンテージョに多くの領地を持つ弟アフォンソとは仲が悪く、多い継承権を主張した、彼が1281年、1287年、1299年に、 反対派を集め3度も反乱を起こした。これらは成功しなかったが、晩年、ディニス一世が、初室の王子を可愛がる姿を危惧したアホンソ王子は、上位を迫ったが、王が拒否したため、1320年に反乱を起こした。戦いは4年続いたが、王妃イザベルが仲裁に入り、1324年に、和解した。翌1325年にディニス一世は63歳で、死去。 王子はアフォンソ四世として即位した。ディニス一世は1282年にアラゴン王ペドロ三世の王女イサベル、イザベルと結婚した。王妃は慈悲深く常日頃から国民への奉仕を怠らなかった。伝説によるとある日、カゴにパンを入れて貧しい人々を訪ねようと王宮を出ようとしていた王妃を王が見とがめると王妃は これは、バラが入っているのですと王の追求を交わそうとした。王が籠にかけられた布を取ると、中には赤いバラが入っていたという。1625年、和解の美徳と慈悲により、聖人として認定された。コインブラの守護聖人となっている。二人の間には一男一女が生まれている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。